なんすかこれ今。ですね、今ただいまの時刻16時2分とかなんですよ。待って、16時2分でございます。で、16時からこのチャレンジが来たんですよ。これどういうことかっていうとさ、なんかやばそうなんですよね。なんかエリクサーの卵からドラゴンを解き放ち、一緒に戦いましょうみたいな感じなんですよ。やってみたいと思います。これちょっと前代未聞というか、多分ね、よくわかんない絵面になると思います。いきます、ポン。なんかね、僕前ちょっと見たんだけど、ほら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 、なんかいる、なんかいる、うつまくんだ、なんかいるよ。え、これだからこういうこと、こういうことってこと。あ、待って待って、来た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 、なんか来たぞ、なんか来たぞ、どんどんさあ。あ、しかも待って、なんかインドラでかない。え、でかくない、インドラでかくはないか。あ、待って、こんな大きさだっけ、普段からこんな大きさ。ちょっと待って、僕あのインドラさ、あんま使わないからよくわかんないんだけど、待って、ちょ待って、これさ、最初に壊しちゃダメじゃね。最初に壊したらさ、なんか、あ、わかった、だから相手がゴレとか出してきた瞬間にこっちがえ、待って、え、よくわかんないんだけど、だってさ、早いもがの勝ちなのかな。あ、来た来た、こういうことか。たまに出てくんだ、たまに。これ美味しい美味しい美味しい。なんや今の、って、なんか驚き方完全になんか芸人みたいな、芸人さんみたいなやつだけど、ベビドラが出てきたりインドラが出てきたりするってこと。これ待って、めっちゃ強い、めっちゃ今日詰まった分は、めっちゃ強くね、今日今日今日っていうか、なんかこれ強すぎん。これ絶対さ、壊した方が得じゃん。だから2コスで、お、待って、これおもろいぞ、なんかおもろい。いや、お、僕は好き、僕は好き。わかんない、もしかしたらさ、なんか一部の人でさ、つまんねえよカズヤみたいになるかもしれないけど、僕はめっちゃ好きなんだよね。ちょっとだからここで読み、読み、どこに、オッケーオッケーオッケー、待って、ここで、ここで倒す前提で、ほら、インドラじゃん。待って、よくね、これよくね、よしよしよし、インドラが強い、よしよし。うわ、これ待って、めっちゃおもろいんだけど。ドラゴンをさ、制す者がこのさ、戦いを制すよ。待って、これ頼む、これキヨキヨさん、キヨキヨさんじゃねえか、スーパーセイさん、あの、スパーキーやって、スパーキーやって、これこれ楽しいな、これやるなと。いや、これ面白い。いや、待って、なんか好きになっちゃった俺好き、待って、もうすぐ出るよ、もうすぐ出た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 、これね、はいはい、出すでしょ。で、ガゴムレ来るでしょ、ガゴムレ、ガゴムレ来たら、あれ、え、相手諦めた、ガゴムレ来た、ガゴムレ勝利する。これはね、楽しいよ。そして守っていく、このさ、ベビドラがめっちゃ強いんだよね。じゃあ中心部、もう川の上で攻撃してくれるから、なんだろう、相手のタワーの攻撃も受けずにさ、やってくれるじゃん。これはいい、これはサイエンドコロマンスの神だ、強すぎる。これだから空ユニット入れた方がいいよね、これ絶対空ユニット入れた方がいいと思う。これはいい、というわけで、ぜひとも皆さんもやってみてください。いやー、チャンネル登録はこちらをポチ、そしておすすめ動画もございます。ということで、ガッション。